いやなんかキャンプやるのには最高な、うん、何時期陽気季節陽気陽気だな、うん、あちょっと下に見たの人かファミリーキャンプ始めますということで今回は3人ではございません、ただいまですねゆうたくんはテントのポールこれをですね別になってる今回はテントなんですけどこのテントのポールを忘れてしまって今自宅の方に取りに行ってます、はい、ということでとりあえずタープを立てたりとかその辺のことをですね、残りの3人でやりたいと思いますんで、うんスタートしたいと思います、はい、忘れましたやっちまったと思ってやっちまったね結構やるねここ来て気づいた、おでこ刺されたんだけど、だからこれ痒いんだおでこ蚊に刺されたただいまおかえりいいからこっち持ってよとりあえずこんな感じでセッティングしました。ポールがないのでテント立てられないのでタープだけでとりあえず行きます。で後でまたねテントを後ろ側に立てようかなって感じです。今回利用させていただいているキャンプ場はこんな感じで周り全部囲ってあるのでここでワンちゃんと一緒にキャンプができるということでチョコちゃんゲージに入ってるんですけど開けてるんだけどね出てこないんだよねチョコちゃんチョコちゃんおいで出ていいよはいチョコちゃん出てきましたあチョコちゃんチョコちゃんチョコちゃんちょっと慣れないから緊張してますねおいでチョコここいるよ大丈夫大丈夫いいんだよ好きね歩いてそういう状況にならないからそうそうそう歩き回れるのにさこういう状況ってあんまりないじゃんだからじゃないなんかボールみたいなどこ行ったチョコちゃん、すげえ結局なんですよ結局ハウスしてなぜて久しぶりだね、使うのうん、久しぶりだね、コールマンのガソリンツーバーナー使うのあっためるダッチオーブンそうだね、ダッチオーブン10インチを10インチあったはい。
ね。早いんだ。この時期はね。ニンニク。ニンニク。ニンニク。めちゃくちゃいい匂いするんだけど、いい匂いするね。めちゃめちゃいい匂いする。めちゃくちゃいい匂いしない？うん、する。4等分でいいかな。よし、それじゃあ鶏肉を投入してください。鶏肉を投入してください。鶏肉難しいことはできないけど、混ぜるぐらいできる。Thank you。 いい感じ？いい感じよ。見て。あ、いいじゃん。トマト缶入れようよ。ね、美味しそう。潰しながら混ぜて。ちょっと潰しといてくれる？本日はユニフレームの焚き火鍋って言ったっけ？こちらのお鍋でおでん作ります。いい香りがするね。いい匂い。カレーパウダー入れてるから結構香りがいいよね、うん、絶対うまいと思う、うん、もう匂いでわかんもん。で最後仕上げに後でバター入れるから。うわ最高。完璧だ。もうキャンプはチートデイで行きましょうよ。うわーチートデイ行こう。チートデイ大好き。ユータ来たかな。来たかな。来たな。来たな。来たな。ありがとう。帰ってきた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 よユータ。お帰ってきた。帰ってきた。帰りありがとう。ありがとうユータ。ありがとう。そこ使ってよ。お帰りありがとう。ポール持ってきてくれた。ありがとう。もう夕方5時近くになっちゃったけど、これから設営しましょう、うん、はい、テント設営です、はい、ありがとうね、はい、道志川の葉っぱが道志の森のキャンプ場の葉っぱ入ってる。よしよしよし、オッケー。オッケー。オッケいやだけど最近デイキャンプ多かったから久しぶりだね、ランタンは、ね、久しぶりだね、うん、大好物です、パパ。
テントの中で立てるってすごい。広いよね。広いね。早いね、やっぱり。早い。早い。あっという間。いいんじゃないですかね。うん、おー、ギリギリ入る。ギリギリ入る。いいじゃん。いいじゃないですか。ちゃんと持ってきたんです。あ、シーツが乗ってる。あ、シーツ持ってきて。あ、そうなんだ。しまうと嫌なので。あ、そうなんだ、うん、結構しみになってたね。ねえ、俺ここ、パパここ。いいね。うん、ヤッキーです。ヤッキーです。ベッドメイキング OK です。あんまり綺麗じゃないかな。ちょっとくしゃくしゃ。まあいいでしょう。結構いい感じになった。うん、いい感じになったよ。ほらほみほみ。うん。こんな感じ。じゃがいも柔らかくなったし。本当？うん。これで野菜を、残りの野菜を、まずズッキーニ。思ったほど寒くないね。肌寒くはなってきたけど。だけどね。おはよう。おはやって。おはよう。みんなおはよう。寝てたんだよね、僕。寝てたの。ずっと寝てたね。おはや。僕はね。最近キャンプ来ても寝てること多いね。年取ってきてるの。そっか。足が嫌だとダメなんだよ、多分。ダメなんだ、芝が。チョコ大丈夫だよ、チョコ大丈夫。おいで。はい、チョコおいで。はい、おいで。だってバックするってどういうこと。バックしちゃってる。おいで。はい、どうぞ。これだったらいいの。ここでいいね。ハマグリ来る時の海の駅とかっていうところで買ってきました。結構大きいよ。うわー、大きい。奮発して大きいの買ってきちゃいました。そうだけど、今の時期がやっぱりキャンプしやすいわ。本当だね。ではでは入れましょう。今回は白ワインで。はい、いいよ。そのぐらいでいいと思って混ぜる、うん、これで混ざるしよ、うん、すごいね。仕上げにバターと、あと茹でてきたブロッコリーがあるんで、それを入れます。キャンプ飯ディナー完成しました。ダッチオーブンを並べていただきます。こちら開けてみきましょう。いただきます。カーニバー、はい、じゃじゃーん。
しそうにできたんじゃない？あ、美味しそうだねえ。こちらのダッチオーブンの中には、せーの、カーニバル、はい、ハマグリの白ワイン蒸しです。とおでんも一緒にいただきます。それでは今日は乾杯で、はい、いきましょう。ゆかハイボール、ゆかりワイン、白ワイン、パパとママは梅酒、梅酒。それではキャンプの夜に乾杯。ホットがうまい。ホット美味しい。あ、久しぶりにワイン飲んだ。あんこがいいね。美味しい。ちょっと俺この何、うん、チキンのトマトカレー煮込み、そうこれがちょっとすげえ楽しみなんで、うん、いいね。いただきます。若干チート今日。うん、チート。うん、美味しい。これはうまい。うわ、うまいな。なあ、言うと美味しいね。なあ。素晴らしい味する。マジで？おでん。味いい？これ気分のちくわうまいね、やっぱりね。うん、ねえ、なんか今回さ、うん、温めるだけ系にしようかとかって、うん、いう話もしてたんだよね。うん、いや、だけどこっちの方が全然うまいな、やっぱり。うん、そう、自分でパックで売ってるやつよりね。うん、そう、やっぱりね、パックのも美味しいけど、うん、お手軽だし。ね。で、美味しくできてるね。うん、うんうん、ありがとう。おでん美味しい。だしがめちゃめちゃいいな。ね、ハマグリのワイン蒸しいただきます。うわ、大きい、大粒だよ、ほら。幸せレベルですよ。美味しい。うまい。いいね。ハマグリ、いただきます。このチキン。食べちゃった。グッドで。美味しい。美味しいよね。ね、美味しいね。プリッとしてる。うん。何食べても美味しいな。美味しい。何食べてもうまい。うまいね。このドレッシングは、はい。うん、これあれか、あの川口コンとこで買ってきたやつ。コーンドレッシングだよ。どう？うまい。美味しいって。うん、ご飯にかけても美味しい。これうまい。
バゲットの上になんか乗せるとすごいよ、美味しさが爆発してる、うん、めっちゃ相性いい。チョコちゃん、はい、ご飯歩くじゃん歩くよ全然歩きますよ、チョコさん。チョコ、チョコ、ご飯、ご飯、うん、あれ、もしかしてカワキリさんじゃないですか呼ばれてじゃないのカワキリさんじゃん。真っ暗と何も見えないんですけど、ちょっとあライトの入ってカマキリ、シャーシャー、ちょっといい気分になってます、お酒飲んで。余った食材はタッパに入れて持って帰ります。めちゃくちゃはみ出てるけど